大阪府都市開発7000系電車は1996年より導入された大阪府都市開発の通勤系電車。本校では2007年に登場した7020系電車についてもここで記載する。SS-147 型台車老朽化した100系の置き換えを目的として1996年に登場した制御装置には イグブとソシの VVVF インバータ制御装置を搭載し、台車はボルスタレス台車を装備。パンタグラフには新たにシングルアーム式のものを採用した。車体は川崎重工業製のアルミ合金製で、全体的に丸みを帯びたデザインとなっている。前面には両開きのプラグ式外扉を装備した自動閉結式の貫通扉を採用し、 柔軟に編成を蘇生できるようになっている。営業運転開始直前に、戦闘車側面のコアオのラインの倉下部分に、千北のロゴを貼り付けた。また、南海電気鉄道が車両限界を拡大したことにより、5000系よりも車体幅が最大で約10センチメートル大きくなっており、裾絞りのある車体断面となった。 7505編成以降と旧7511編成は側面の車両番号表記がプレート式から突起式に変更された。なお、後述の7 0 2 0系や5 0 0 0系ともに2018年から南海電鉄所属車両で使用されているタブレット端末を使用した多言語放送は現状専用の装置が設置されておらず未対応のため、 車掌が別の機械で、車掌用マイクを通して車内に流す形をとっている。5000系の内装を基本とし、座席時切りにスタンションポールを設置するとともに、棚をパイプ棚に変更した。また、車椅子対応スペースが先頭車にも確保されている、付近。案内表示器は5000系と同系の LED 式を採用。 スクロールの速さは 5000K と比べて少し速くなった。登場時の座席モケットは 5000K と同様だったが、7020K の登場と同時に、新デザインのものに交換された。50番台本系列の運用をさらに柔軟にするため、2005年に当時4両編成だった7511編成の先頭車を改造し、2両編成の増結車として登場した。 改造に伴い、車体番号が7511から7512から7551から7752に改版され、7512を改造した7752は、制御車から制御電動車となった。なお、パンタグラフは制御車の7551に装備されている。これは7020系二両編成についても、同様である。 この改造によって余った中間車2両は7509編成に組み込まれ、同編成は6連化された。車体番号は7006が7202、7106が7602となった。そのため7106の伝送品を廃棄せずにそのまま7752に提供した。1996年から1998年にかけて6両編成1本。 4両編成5本が製造され、2017年3月現在、6両編成が2編成、4両編成が3編成、2両編成が1、編成の計26両が在籍、運行している。4両編成は7020計7525回の1 0木よりに並結することもある。 新生児の編成7501から7001から7101760172017502750370027102750475057003710375067507700471047508 75097005710575107511700671067512SS-173 型台車連結面車例約30年に達していた3000系初期車両を置き換えるために2007年より製造されている大阪府都市開発では11年ぶりの新形式である川崎重工業が製造を引き続き担当した 既存の7 0 0 0系をベースに細部の設計変更などを施している。また、大阪府都市開発は2014年に南海グループへ参入し、戦北高速鉄道へ称号を変更したため、本系列は大阪府都市開発時代最後の申請車両となった。前面は両開きのプラグ式外扉が廃止され、貫通扉とホロが抜き出しとなった。 標識灯は従来車に近い位置に設置されたが、四角いタイプの単独型となった。従来車では、全小灯は腰部に、標識灯とともにライトケースに収められた状態で存在したが、これを上部の種別表示器、行き先表示器の隣に配置し、HID を採用した。 VVVF インバータ制御装置は 7000K の 3LV イグブトから純電気ブレーキ対応の 2LV イグブトに変更された。価格は6両1編成で9億円である。一時社の6両1編成は2007年2月下旬に陸層にて搬入し、同月28日までに巧妙池検築での搬入作業を完了した。3月6日より試運転が行われ、 4月30日より営業運転を開始。二次車は2008年3月に2両4両6両各1編成の計12両を製造、陸送にて搬入し、それぞれの試運転終了後3月31日より順次営業運転を開始した。車内は従来車をベースとしているが、こちらも各所に改良が加えられている。変更内容は以下の通り。 2017年3月現在、6両編成が2、編成、4両編成が1、編成、2両編成が1、編成の計18両が在籍、運行している。4両編成は7000系と並結することもある。唯一の4両編成である7525、編成のナンバよりは、貫通ホロを装備していたが、2014年には撤去されており、 7525編成は必ず1から4号車に入るようになった。撤去前は重量編成では必ず1000木よりの7から10号車に入っていた。なお、7 0 0 0系と7 0 2 0系は貫通路のサイズが異なるため、7 0 2 0系側にアダプターを取り付けて7 0 0 0系と並結している。統計列の一部編成は記念列車。 ラッピング電車として運用されている大阪府都市開発7020系電車に関するカテゴリーありがとうございます。